オートヘイブンレッカーズレッチロショップにてお久しぶりのヒルビリーで行きまーす。はい、今日はね、半門のトレイルを持ってきました。今盗聴パークがねちょっと流行り始めて、で地雷爆破と合わせて発電機を黄色く光らせる生存者が増えているということで、半門のトレイルがちょっとバレにくくなってると。一発 OK。チェンソーでこう追っかけて抜かす感じで、いいんじゃないか。でこっちに行かせる方が、これ窓は飛ばれるけど、まやかしをつけてきているので、それで追って、もう次のポジ間に合うかな。うん、間に合わなさそう。うん、オッケー。デッドハードないんかな、わざわざロッカーに入ったということは。よし、でこれでおもちゃも発動するので、さらにこの人は心音が聞こえなくなると。で、ちゃんとイラクションも入れつつのこの反問のトレーですね。これで無音状態で生存者に近づいていきたい。ウルワードつけてきたんで、心音範囲外だと転送の音も聞こえなくなってるはず。どうも、おっと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 ラッキーラッキーラッキー。これでね、短期負荷がアドオンの効果で発動するんで、あれ、いいぞ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 、噛み合ってるやけど、まあこれ一発殴って戻ろうかな。うん、よしよし。でこれで起こされるかな。やばい、あ起こされんな、やっぱ早いね。おっと今のおもちゃで油断してたね。この人もできればダウン取りたいところ。どうかな、ふっ、あ届く、熱い。よっしゃ、この2ダウンはでかいね。で発電機触っとったから DS があったとしても無効になってるはず。よしよっしゃ、向こうで人殴られてたから油断してたかもね。後ろを見てなかった。よっしゃー。これはいい感じの2ダウン。まあまあ、この人も釣っちゃおうかな。え？あ、終わっちゃった。ああ。まやかしある場合は、ここ終わらなくてもいい感じするよな。ああ、ナイス、救わない。じゃあ、こっちに釣りましょう。おい。で、反問のトレイルどっかで発動させたいな。あ、戻る。よし。で、テンション決めたい。あ、そっか。はい、オッケー。いい感じ、いい感じ。釣りペースいいですよ。めちゃくちゃいいっすよ。よし。反問のトレイル入れたいから、ちょっと進んでる発電機見つけたいな。こっちに怪我人がいる。あー、うん、シェリル行こうかな。まやかすか。抜き。お、これは、おお、デッドハードタイミングずれたんで、よかったよかった。今危ない、今吐かれてたもんね、デッドハード。ちょっと待って、今のエロディ最後やんね。置いたいな。この人、おもちゃ、消えたんかな？消えてるか。あー、これでは、反問のトレイル一瞬でなくなるよな。そうやんな。いや、切っただけでも 2.5% 後退するしね。持ってければよかったな。失敗した。当たっちゃったし。15人じゃん。あれ？これ？どっち？エロディ？あ、エロディ臭い。あ、やった。やった。じゃあ、この人終わりっすね。これで。おー、倒さない。飛ばない。まやかすか。おい。んで、この板は、ほい。おー、倒さない。
次ちょっと突っ込んで倒す。んでデッドハードなさそうやったよね。 OK。 んこれで LP 終わりと。発電機残り4台やから幸先いいんじゃないかな。前半でがっつり反問のトレイルとアドオンの探知負荷の効果とおもちゃの効果、あのあたりがいい感じに絡み合って複数ダウン取りながら早く釣れたもんね。いい感じないか。いや残り3人、これはきつかろう。じゃあこれで反問のトレイルとイラプション両方入れて、さあさあこのステインが消えてるだけでもチェイスしにくいはず。まやかし。んーで、一旦使うかな。お、使わない。マジ。あー、でも。あー、くそ。ちょっと、チェーンソーのキャンセルが遅れました。ただね、反問のトレイルがね、せっかく発動してるから、チェーンソー決めたいねんな、できたら。別の人のところに、奇襲かけに行こう。当たらんか、くそ。今のブーツあったら当たってたな。ちょっと曲がらなかった、すぎりぎり。ただこの謎の働く車に、なんかいい感じに斜めに車が隣接してるポジはチェーンソーが間に合ってしまうと。で、ほい、で、ほいほい、この人はここだ。よーし、行くよ。ここいたないんすよ。終わりなんすよ。あれ、終わってくださいよ。ちょっとおーい、行っちゃった。ちょっとお姉さん、はい、いたあ、うまい。これでね、ちょっと微妙に距離離されると、この岩ぐるで、チェーンソー決められなくなる。OK。くるくるされるとね、ヒルビリーね、初心者なもんで、なかなかこう、普通に外す。チェーンソー。密着チェーンソーに。ちょっと下向いてね、腰の方を狙うといいみたいな。それでも、外します。ハンモン入れるか。んで 25% ぐらい進んでそうやったから少しは持つかな。ハンモン、全然やってないな。まあこっから4台直すのきついもんな。隠密の方向になってるかもしれない。お、めぐみ出る。やってないね。さあ、おお、そこ恵んでたの？この辺におるか？どうだ？結構大胆なとこ恵むよな。まあ、なかなかね、当店も見つからないっていうこともあるからな。ああ、くそ。フェイント引っかかってくれんだから、しっかり見てるな。まあ、ええか。どんどん突っ込んでこうぜ。おい。どんで？はいはい。ほい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 。んで、こういっての。おい。ここはもういたないべ。オッケー。うわ、うん、まっ。え、今のデッドハード、うまない。完全に噛み合わされた。こっちも待ったのにね、デハマチ。いや、マジか。やるな、ユンジン。これはやりよる。マジでやりよる。ほうほう。
いたまちませんか。もしうまそうやもんね。よーし、イラプション最強。ほんま索敵と発電機交代金取るんですがな。これは強いわ。全滅狙える。これはうん、こっちか。ああこんなとこでちょい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 、最後閉まらんな。おお今ユンジン触っちゃって、そこから立ち上がって板を倒せるようになるまでの若干の隙間に殴ったね。なんか治療アクションとかさ、なんか救助するアクションとかさ、なんか途中でやめたりとかした時のクールタイム微妙に長いよね。救助しようとして間違えて手をケアしてもうて、ですぐ救助できなかったりとかね、なんかそういうのある印象やわ、ね。ではでは、というわけで、半門のトレイルを使った久しぶりのヒルビリでございました。確かに、ま、前半は騙されてくれる感じがありましたね。ただ後半になってくるとやっぱり、ああ半門のトレイルかって生存者も気づくんで、ま、決まると前半だけって感じかな。でも前よりは決まりやすくなってると思うんで、一度使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。よし、半門のトレイルも入れて、ちょっとラストサバイバー、おっと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 、言うた。あれ足跡なくない？この辺やんね。え？あー、これ雲隠れか。こんな風になんのか。まあんま走るとやっぱり普通に見つかるけど。なるほど。そうそう、雲隠れって最後の生存者になると足跡が消えるっていうやつなんですけど、味方がね、釣られてる状態だったり、這いずってる状態でも最後の生存者っていう形になるみたいですね。ちょっとびっくりしたわ。なんか、その話をね、前、生放送かなんかでしたところだったんで、パッと思い出しましたが、一瞬なんで足跡消えてんのか全然わからなかった。多分雲隠れやと思います。ああ、こんな感じで見えんねんな。こういうのなんか、あんまり見ないパークをキラー目線で見れると嬉しいよね。よし。